マウレレシタレ、または、モレオンイコール・リシャールは、フランス、ヌーベルイコールは規定の地域圏、ピレネーアトランティック圏のコミューン。モレオン城大西洋から約1 0 0トル内陸に、ある、モレオンイコール・リシャールは、フランス領バスクのスール地方の歴史的中心地で、ピレネー山脈の麓にある。モレオンは、全般的に、ゴツゴツした、高原地帯のオートイコール・スールの反対に、 バススールに含まれる。古い冒険時代からの町である。モレオンはオロロン側の支流である、セゾン側の右腕に作られた。城の廃墟が立つ丘のふもとである。左岸にある古いリシャールの町並みは現代的な農業地域である。新しい住宅地が谷へ向かって伸びている。モールオンの名は12世紀半ばのバイオンヌの特許状大長に登場する。 マレオンは1276年のガス購入、広告時代、ナバランクスの1387年の構成証書において、ロマ・マーカディとベスティード・デ・モルー、1454年のバイオンヌの検証においては、マルスレオ、1460年にはモリオとモールオン・デ・ソウル、1650年にはモールオンであった。 リシャールの名は1385年にロノーゲルでリクサールとして記載されている。1508年のバイオンヌの検証においてはリクサーラ、1650年にはリクサールとなった。1261年、イングランド王エドワード一世はスール施策を従属させようとこの地でイングランドの軍事力を見せようとした。彼はスール地方の一定の町の防御を固めることにした。 丘の上の町を守っていた中世の城壁は現在は壊されてしまって確認できない。モレオンは広い長方形の広場沿いに住宅が一列に並んでいる。モレオンには王が派遣した大官が駐在し大議員を持ってもいた。一方リシャールには裁判所があった。二つのコミューンは1841年3月に合併した。モレオンイコールリシャールは エスパドリーユなどのサンダル製造の中心地である。スニーカー、ブーツ、ゴム長靴が製造されており、およそ2000人の男女が雇用されている。その他に重要な経済活動は畜産である。ありがとうございます。